こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は小髄です。めでたい兆しのこと、和気小髄などとも言います。ちなみに、春髄と読むと、中国の明への注文によって焼かれた上質の染め付け時期のことを言います。それでは今から小髄を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。